複数装甲兵員輸送車は、ダイムラー・ベンツ社が開発した、66型の双輪式装甲兵員輸送車。1979年から、ドイツ陸軍への配備が開始された。主に特殊任務用として使用されている。名称の、複数は、ドイツ語で、キツネを意味し、TPZ はドイツ語のトラパートパンザーの略である。アメリカでは、M93 フォックスと呼ばれている。 車体構造は、車体全部が乗員室と機関室、車体後部が兵員、貨物室という配置になっている。また、水陸両用で2機のスクリューを備えている。本社の派生型としては、ラズイットレーダー搭載車、電子戦車両、指揮車両、走行公兵車、イヤド車、NBC 偵察車両などが製造されており、特に、 NBC 偵察車両は海外に広く輸出され、アメリカ陸軍でも使用している。なお、発展途上国向けに対空砲を搭載したワイルドキャットも開発されたが、採用した国はなかった。2001年には改良型の複数2が公開され、2007年から輸出され始めている。複数2では、エンジンブレーキ、車内デザインが改良され、積載量が 従来の4トンから8トンに向上したほか、車上デジタルネットワーク帯や空気圧調節機構、モジュラー走行が採用されている。生産数は輸出向けを含めて約1300両となっている。ありがとうございます。